どうも、マックスです。少し時間経っちゃいましたね。2.21 ノア東京ドーム。武藤さんの引退興行、数日経ちました。なんで遅くなったのって言ったら、忙しかったんですけど、ちょっとショックすぎてですね、お話できなかったっていうのもあります。まあでもですね、その後こう冷静にこう見て、ちょっとですね、いくつか思ったこともあるので、たくさんの方がもうお話してらっしゃると思うんですけども、この武藤さんの引退興行、ちょっと振り返ってみたいと思います。今回の引退興行については3本立てで、この武藤さんの引退試合、そして、2本目が清宮 VS 岡田和親、そしてパート3としてノアの今後につながるという意味で、注目ポイントといいますかね、特に目立った他の部分をちょっとお話していきたいと思います。というわけでその1ですね、武藤さんの引退試合と言いますか、でその引退興行とこう見るとですね、一言で言うと大成功の興行だったって言えるんじゃないでしょうか。思えば、ちょっと前の新日本との横浜アリーナでしたっけ、対抗戦に、剣王選手が乗り込んだ、金剛が乗り込んで、非常にいい試合をしながら、先兵としてこう食い込んだ。そしてそこで清宮選手が例の襲撃事件、そして武藤さんが内藤選手にお前に決めたと、この東京ドームに持ってくるための全ての仕掛けが、当日ですね、東京ドーム約3万人を超える観衆、そして、プロレス史上最大のペーパービューという形で結実したって考えると、これはもう成功以外の何もんでもないですよね、この部分だけで言うと。そしてどうでしょうか、それに対して内藤選手良かったですね。何が良かったかっていうと、その横浜でこう指名された時、体が止まったかのような、そして目と表情だけで全てを表現してみせた、この挑戦者というか引退試合の指名、あの表情はもう本当に良かった。もうあれは何でしょうか、アベンマ様というですね。そしてその後大阪大会に内藤選手がリングイン、そして武藤さんへの思い出を語る、この部分だけ撮ってみても、新日本のファンの方もぜひこれは見たいよなってなったんじゃないでしょうか。そうなるとノアファンのいろんな思いがあったり、そして前日とかね、他のカードもありましたけれども、ドラゴンゲートとかですね、 DDT とか東京女子とかあるんですけど、主にそのノアのファンと、そして新日本の武藤さんに思い入れを抱いている選手、そして内藤選手のファンの皆さん、みんながですね、東京ドームに全てベクトルが向いた、ここまでこのドーム大会までの流れだったと思います。そしてね、武藤さん足大丈夫なのかとかいう形で当日迎えたんですけども、実に武藤さん、やれることを全て出したんじゃないかなと思います。でね、かなり追い込んで見せたというか、そういう試合を成立させた内藤選手は見事でした。いや、素晴らしかったと思います。でも試合後語って、剣王選手がチャンネルで語ってましたけど、内藤選手これはやりにくかったですよね。で、武藤選手が、2度ほどかな、トップロープに登ってムーンサルト行こうとした時に家族の顔が浮かんだと。そして武藤選手は耐えに耐えてやり合って、追い込まれた挙句に完璧に跳ね返して、そして
いたずらに感傷的にならないデスティーノ、まあ、武藤選手が4の字でこうギブアップを迫っていったシーンっていうのは説得力ありました。今の武藤さんが勝てるとしたらあれというね、まあ、もちろんこう最後の決別のムーンサルトっていうのも良かったんですけども、そうじゃなくって、4の字で迫っていった、そしてそれをこう見事に受け切ったというかな、耐えまくった内藤選手が本当に見事な試合運び、あの武藤選手相手に内藤選手があの試合ができるっていう、さすがロスインゴのトップ内藤さんだと思いました。でこの引退試合ですね、まあこの内藤選手があっという間に去っちゃうんですよね。別にポーズをこう決めるわけでもなく、このエンディング、まあ、あのファンとするとこの後にボーナストラックが待ってました、ま、武藤選手がまだ灰になっちゃいねえよとこうやって歩けてる人、そして放送席にいた解説でいた長野さんを呼び上げ、そして、長野さんは実況にね、自分の実況をしろと、そしてタイガー服部レフリーが指名され、入場の時にあれだけ杖をついて痛々しく歩いていたあの長野さんがリングに上がった瞬間に別の顔になって、あのステップでついに武藤さんとロックアップ。引退試合ができてなかった長野さんにとってみて、このリングというのは特別だったと思います。そして武藤さんとしてもどうしても最後は長野とやりたかったと。最後はなんと長野選手の STF ですかね、まあそれが全然かかってなかったのにみたいな長野さんが言っちゃってましたけれども、それで武藤さんがギブアップ、引退興行で2回負けた初めての人っていう、まあそういう称号も受けたっていう話でした。まあでもそれにしてもこのリングサイドにこう張り付いてこう見てたですね、丸藤さんや杉浦さん、ノアのこの主軸たちが実に楽しそうな顔をして、この武藤さんと長野さんのロックアップ、これを見ていたのがものすごく印象的でした。だからまあここについてはもう文句の言いようがないというか、でも本当に武藤さんお疲れ様という感じでですね。でただまあこれ言っていいのかどうか分かんないですけど、内藤選手ちょっとかわいそすぎたなと思います。まあ指名された重圧、そしてまあこの引退試合の相手ってやりにくいですよ。そして足痛めてるその武藤さん、武藤さんのペースで試合をしながら、でもやっぱり今まさしく現役バリバリプロレス界のトップの一人である内藤選手がやっぱり今の力を見せつけて勝たないといけない。でこうね、そのお後ポーズを決めるわけでなく、次はお前に任したぞと言われるわけでもなくって、そそっと下がらないといけなかったっていう、まあそういうところはまあ武藤選手らしいなというか、なんでしょう、あれラストは内藤さんじゃないのかよって、まあ、ツイッターでも言ってらっしゃいますがね、俺ラストじゃねえのかよと。まあでもそういったところはどうなんだろう、武藤さんファンは良かったでしょうけど、違うエンディングもあったかな。だけど長野さんと武藤さんのエンディングも良かったなっていう、ちょっと何でしょうね、本当にいいもの見たなと同時に、なんか全てこの興行っていうのは後でも触れたいと思うんですけど、武藤さんの引退のためだけにあった、そこだけにフォーカスが当たった興行だったなという気はしますかね。まあそれもそれで一つの醍醐味だったかなと思いますけれども、
まあ、武藤さんが全て主役のこの引退記念興行、そしてペーパービュー配信だったと思います。この興行の収益ちょっと見てみたいですね。なんか実際なんか知る機会があったら、ぜひこのペーパービューも含めて一体いかほどのものがあって、武藤さんにどれぐらいいって、選手のねギャラたちもどれぐらいで、そして未来残された武藤さんが言ってましたけども、このペーパービューをやることによって、将来のレスラーたち残したいねよ、うんと言ってたんですけど、それがどういう形で残ったんだろうなっていうのは、これはちょっと大人的に知ってみたいかなと思いました。武藤さん、そして蝶野さん、お疲れ様でした。というわけで、まず第1弾総括その1、武藤圭司引退興行、まあ、思ったところをお話ししてみました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。